皆さんこんにちは。今回もドラクエモンスターズ3やっていきますよ。前回はストーリーをクリアし、羽根付きのエスタークにボコボコにされたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。というわけで、まずは配合からですね。ストーリー中はまともに検索配合すら使いこなせずきましたが、検索配合である程度の情報は得ることができますし、ストーリーは終わったということで、攻略サイトも解禁しています。正直4体配合とか、攻略サイトがないと、何のこっちゃわかりませんからね。このゲーム唯一と言っていいエチチなモンスターを作るには、どうしても必要なのじゃ。何ジェイミンを連れてストーリークリアをすることはできましたが、さすがに裏世界ではついていけていないというか、足を引っ張るだけではまともに機能していないと言わざるを得ないので、キラーマシン2と配合させました。何ジェイミンはロビン J として生まれ変わったのじゃ。そしてこのゲーム唯一と言っていいエチチモンスター、リーズレットを作ります。ドラクエ10に出てくる、主人公たちをパンに変えてくるクソモンスター、グレイセルだとか、ドラクエ8に出てくるパラパラを踊っているモンスターとか、そういうのが出て欲しかったですよね。運営がやる気を出してアプデをし、そういった追加モンスターだったり、四つんばいエスタークや羽根付きエスタークあたりも、配合で作れるようになるといいですよね。さて、羽根付きエスターク戦、リベンジマッチです。配合をひたすら繰り返し、その間にレベルもどんどん上がったということで、試合が成立するようには、なってきたんじゃないでしょうか。攻略サイトを見るのを良しとするのかはさておき、ひたすら持っていない魔物を配合で作っている時が、このゲームをやっていて一番面白い時間と言っていい気がします。夢中で配合を繰り返していましたからね。お、サンドブレスで、命中率ダウンが入りましたね。意外と命中率ダウンみたいなのが通るボスが、いたりしますよねこのゲーム。しかも、眠りオプタでこのエスターク。耐性がガバガバすぎるだろ。まあ、こちらにとってはありがたい限りですし、その隙に攻め立てていきましょう。やはりガンガン行こうぜで殴らせていて、変な技を打ったりするときって、耐性に穴があったりするときなんでしょうね。やはりレベルを上げて鍛えただけあって、割と安定感が出てきたような気がします。一ターン目は若干怪しかったですが、それ以外のターンは割と安定していると言っていいでしょう。早い早い。相手より先にベホマズンはいかんわ。このターンはやばいぞこれ。アップねえわマジで。2回動かれてたらロビン J が消し飛ぶところだったわ。てかロビン J 君、耐性がないのか知りませんが、バギムーチョでダメージを食らいすぎやろ。完全に今、ワンパンされてもおかしくないようなダメージを食らってたんですけど。よすよす。今のターンはしっかりと、眠りが機能してくれましたね。このゲーム、眠り状態にできることはちょいちょいあるんですが、相手が動く前にこちらの攻撃で起こしてしまうと、普通に行動してくるんですよね。ですので意外と眠り状態って、そこまで強くないという印象です。こうして見ていると、レベル上げをしたことによって、火力だったり耐久面だったりが上がって、多少の安定感は出ているんですが、スライムベコマズンもステータスが伸びているわけで、素早さも少し上がっており、その影響で羽根付きエスタークの上を取る時があり崩壊する、そういう場面が多いような気がします。うへぇ、これはタイミングが悪かったですね。結構物理寄りなパーティーになってきたということで、バイシオンデコーロビンジェー。くそー、そこを持っていかれたというのは、普通に辛いわ。さすがにここは、世界樹の葉を使って蘇生させるべきでしょう。素晴らしいぞ。今なんかロビンジェー、むちゃくちゃなことをやってましたね。蘇生した瞬間から殴り始め、2連続で魔人斬りを打って、仕留めにかかるとは。というか、普通に蘇生したターンから、動くんですね。なんでやねん。これを仕留めるためにランディオル大帝が、私の呪いを解いたんでしょう？なんか一瞬出て、たまーに忘れた頃に、チラッと出てくるやつですよね。
ベネットさん。喋ったら喋ったで、うるさいんじゃいみたいなことを言われてしまうかもしれんが、一言も喋らずにイベントシーンが終わるって、職務怠慢すぎんか？なんか、結界が張られているみたいですね。結界の場所が分かったわけですし、そのエスタークの魂、やっつけちゃった方がいいんじゃないか？ほえー、何これ、その天空人の石化とかいう人を、現代に蘇生させようとしとるんか、ユノくんは。お、動くことがあるんですね、あのドラゴン。てっきり状況を注視するだけのドラゴンかと思ってたわ。何言ってだこいつ。なんかわかるようなわからんようなことを言って、ですらし頭をたぶらかしてない？あれ、次元竜さんじゃないっすか。ストーリーに出てきた時は、何しに出てきたんだこいつみたいに思っていましたが、ここがちゃんとした出番みたいですね。ちなみに次元竜さん、あなたは人じゃないですよ。おっと、足引っ張りなんくせ次元竜を配合してしまいました。失礼失礼。というわけで、羽根付きエスタークの次は、次元竜と戦うみたいです。バンバンボス戦がありますね。正直次元竜が言っていることが正しいとしか思わないんですが、降りかかる火の粉は払わなければならないので、やっつけることにします。まあ、あのいかついエスタークをやっつけたわけですし、次元竜ごときに負けるような、やわなパーティーではないですわな。なんとなくですが、この次元竜、デビルプリースト味を感じちゃうわ。火力としては今のところそこまでという感じですが、なんかやたらと状態異常をばらまかれてるなぁ、という印象があるわ。ある意味、一番厄介なタイプのボスかもしれません。ふぅ、危ない危ない。真剣一を殴りに来られてたら、消し飛ぶところでした。やはりスライムベホマズンが沈黙したり、ひるんだりしたターンに攻め立てられてしまうというのが、うちのパーティーの欠点ですね。かといって、ベホマズン役をパーティーに2枚も入れる必要があるかと言われれば、難しいところではありますよね。この次のターンも、危ういわこれ。いやぁ、羽根付きエスタークに比べれば弱いっちゃ弱いんですが、ある意味強いわ。二度と戦いたくないタイプのボスかもしれません。さすがにクリア後の世界とかまで来ると相手のボスも、ベホマズン対策をしてくるということなんでしょうかね。いかんでしょ。え、私もしかして、負けるんか？真剣一は一歩譲って仕方がないにしても、スライムベホマズンまで行かれてしまったというのは、さすがに辛いわ。世界樹の葉を使って、生き返らせるしかないでしょう。よすよす。先ほどの羽根付きエスタークとの試合で、ロビン J が蘇生後すぐ殴っていたように、蘇生してすぐにベホマズンをしてくれましたね。これで一応は、立て直せたんじゃないでしょうか。とはいえ、先ほど引っ込めたメンツの HP は削られているので、少しずつ前に出していって、回復させる感じでしょうかね。なんかよくわかりませんが、ガンガン行こうぜの AI って割と、魔人斬りが好きみたいですね。AI の設定をいじくってないせいというのはありますが、それにしたって魔人斬りが好きすぎるだろ。リーズレットー。いやー、やはりまだ新メンバーたちは、育成が足りてないか。スライムベホマズンがバーストしても、あんまり旨味がない気がしますね。回復に特化しているせいで、火力面に関してはやはり、足りてないと言わざるを得ません。てかなんとなくですが、そこまでバーストして欲しくないスライムベホマズンばかりバーストしているような気がするんですが、気のせいでしょうか。
お、そういうこともしてくれるんですね。問題はこの癒しの雨という回復が、間に合うかどうかです。あんまり詳しい性能はわかりませんが、呪文ではない技で打って、一旦溜めてベホマズンみたいな感じの性能だと思います。なんとなくこの試合、少しずつ自利品になってきている気がするんですが、やっぱり状態異常をばらまく系のやつってクソだわ。いやー、どうしましょうねこの試合。ゴレオン将軍という魔物は、見た目に対して火力がしょぼすぎるので、あんまり前に出すような魔物ではないと言わざるを得ません。火力が出ない魔物を前に出していても、こちらが苦しくなる一方ですしね。やはりロビン・ジェイとチンケン1の2大巨頭は、火力的に前に置いておきたいですわね。次元流さんさー、本当にどうすんだよこの試合。状態異常をばらまく系の行動をされるとどうしても、動画の TNP 的に苦しいものがあるわ。もっとこう、真っ向から殴り合いの勝負をしてきてほしいもんだ。お、倒せた倒せた。だいぶ時間がかかりましたね。ある意味、一番厄介な裏ボスの一人でしたわ。3体も犠牲者が出るとは、なんだかんだで苦戦したということなんでしょうね。やっぱりユノくん、デスラシア様を丸め込もうとしとるやろこれ。言っていることが何一つ理解できないんですが。あれか、想像するにはまず破壊から主義者のやつか。何言ってだこいつ。やっつけたのに蘇生してきた時から、絶対怪しいわと思ってたわ。イシカの目覚めだ、じゃなくて、次元流にやったみたいにその光った卵を、剣でスパーンと切ってくれや。何がしたいんやマジで。なんで復活させる必要があったんですか。まあそれはさておき、イシカちゃん、目がたまらん近い長ですね。私ってひょっとして、アイシャドウみたいなのがしっかりあるのが好きなんでしょうか。起こしたのは多分、ユノとかいうランディオル大帝のとこのバカ息子だぞ。このゲームのシナリオライターの人、こういう系のことが好きですよね。世界を美しい姿にというのは多分、我々がいる普通の世界というのではなくて、生物が存在しないような、そういう世界なんでしょうね。なんかでこっぱちになったでおい。まあこれはこれで、悪くはないですね。おほほのほ。なかなかこれは、私の TNP に来るキャラデザですねー。TNP という単語、いろいろと使い勝手が良くてーわ。この天空人が、裏のラスボスになってくるんでしょうか。あるいはユノくんが裏ボスになってくるのかもしれないですが、クリア後の世界もだいぶ、大詰めに差し掛かっているのかもしれませんね。一応ダメージ的には受けきれそうではありますが、シビリーニョとかいう技を打ってきてたのが、若干怪しい匂いがしますね。名前的に多分、麻痺状態にしてくるタイプの技なんじゃないでしょうか。まあ他状態異常をばらまく敵か壊れるなぁ。ひとまずこの試合は、シビリーニョで麻痺らないことを祈りつつ、削っていくという感じになるんでしょうね。そうそう、バイシオンをかけたんですが、このゲームのバイシオンって、普通にバイキルトと同じ量の火力上昇量と考えていいんでしょうか。
本的にバイシオンって、前菜にかかるけど上昇量はバイキルトイカ、みたいな呪文だったと思うんですが、説明文だけ読むといまいち、判断がつかないんですよね。よすよす。もしかしたら今のパーティー、末代性があったりするのかもしれません。麻痺った瞬間大崩壊しそうな感じではありますが、今のところは麻痺確率、2分の0ですからね。跳ねると一緒みたいな状況だと、非常に助かるわ。光の波動にしても、全くこの試合には刺さっていないですし、今のところは相手から、凍てつく波動も飛んできてませんからね。裏ボスの中で一番弱いかもしれません。バイシオンが切れたのでもう一度かけ直しつつ、さらに攻めていきましょう。凍てつく波動を持っていないと、だいぶ戦闘が有利に進って、普通に持ってたわ。撃つ頻度が低いというだけでした。失礼失礼。やはり後半のボスたちは、凍てつく波動を使うのがデフォみたいな感じなんですね。まあ、後半になればなるほどバフ技みたいなのが、猛威を振るっていくということなんでしょう。でもまあ、ここまで犠牲者が出ていない、もとい、真剣一すら生き延びているということで、安定感がある試合ということなんでしょう。カブト割りを2回打ちに行っているってことはひょっとして、防御ダウンなんかも入ったりするのかこのイシカちゃんは。これまた、優しい行動をしてきてくれましたね。行動できなくなるような状態以上に比べたら、猛毒状態ってそこまで痛くないですからね。殴られるよりはよっぽどマシなので、どんどんしてきてくれて構わんぞ。ふう、危ない危ない。今のターンにスライムベホマズンが眠ってしまっていたら、悲惨なことになっていましたね。ここまで戦ってきた結果言えるのは、このイシカちゃんも次元竜と同様、状態異常をばらまくのがメインなボスということなんでしょう。結局のところ裏ボスは、どんどん火力が高くなっていくというよりは、変なことをするようになっていくんでしょうかね。はい。何も言うことはないわ。裏ボスの中で一番、余裕のよっちゃんでしたね。こんなのが世界を滅ぼしてたってマジ？何言ってだこいつ。やっぱりろくなことを考えてないやんけ。なんで私たち、ユノくんの理想郷みたいなのを作るのに協力してんだこれ。イシカちゃーん。ベネットアウト、イシカちゃんインで、ハーレムパーティーを作る大チャンスだったのに、がっくり。ほえ？え、なに、ユノくんはイシカちゃんの息子だったの？これがエルフの母ちゃんですか。正直プレイしていた時、エビルプリーストのところにいたクソデカエルフがお母さんだったと思っていたんですが、よく見たら全くの別人でした。親子の願いが叶う時って、この母親も世界を滅ぼそうぜの人やったか。この母にしてこの子ありと言わざるを得んわ。やはりドラクエって、血筋のゲームですわ。もう少し話がありそうということはつまり、裏のラスボスは、ユノくんということになってくるんでしょうね。ここからポットでのやつが裏ボスでしたという展開は、さすがにないでしょう。それにしても、プレイしている時はそこまで意識は向きませんでしたが、やはり世界を滅ぼそうというユノくんの意見に母親が賛同しているって、違和感があるわ。ですらシア様の母親は人間より人間らしく生きろ、みたいな感じの立派な母親でしたが、ユノくんの母親は、マラクですからね。深く掘り下げると色々と問題があるのでこれ以上は言いませんが、色々と世の中へのメッセージが含まれているかもしれませんね。なるほどなるほど。
そこに関しては理解したわ。母親を救いたかったというのが目的なら、合点がいくわ。てか、イシカちゃんを封印したのって確か、名前を呼んではいけないあのドラゴンですよね。そしてそのイシカちゃんを封印するために、ユノくんの母親を世界にして封印したということですか。あいつマジで、何一つろくなことせんな。いやーきついっす。なんでよその家の子供と母親と、三人で暮らす必要があるんですか。私とロザリータ外イシカちゃんの三人で新しい世界を生きるというのであれば、聞いてやらんこともない。なんかこのユノくん、最初から最後まで理解できずに終わりそうやわ。まずいまずい。というわけで次回、最終回予定です。ご視聴ありがとうございました。